皆さんこんにちは。不動産テックコンサルタントの牧口です。本日はですね、2019年9月18日に、弊社のサービスゲイトがですね、アメリカのベンチャーキャピタルプラグ&プレイのエクスポでですね、オーディエンスアワード受賞しましたので、今日はそのご報告とですね、アクセラレータープログラムってそもそも何っていうことと、その中で、不動産業界にとって気になる注目すべき、サービスのベンチャーはどこかというお話とかですね、させていただければと思います。プラグ&プレイはですね、世界最大のイノベーションプラットフォームということで、毎年50を超えるですね、アクセラレータープログラムを実施しています。250社の企業はイノベーションを提供して、投資案件数ではですね、シリコンバレーで、最も活発なベンチャーキャピタルの一つになっています。2006年の創立以来、2000を超える企業をアクセラレートして、70億ドルを超える資産を運用しています。全世界で13カ国30拠点、でプログラムを展開しているベンチャーキャピタルです。これまでの投資案件はですね、200社を超えています。有名どころだとドロップボックスですね、これ110億ドルで IPO しましたね。あと eBay に M&A されたペイパルとかですね、が非常に有名だと思います。アクセラレータープログラムっていうのは何かっていうと、大企業がベンチャーと協業とか、あとは出資とかするときにですね、実施するプログラムのことになります。その取りまとめを行っているのが、プラグ&プレイなどのベンチャーキャピタルですね。他には有名どころだと500のスタートアップだとか Y コンビネーターみたいなところを聞いたことあるかと思いますけれども、それと同時にですね、プラグ&プレイは世界最大級のプログラムになっています。2016年7月にですね、プラグ&プレイジャパンが設立されて、国内の大手企業でいうと MUFG だとか SMBC ですね、富士通、日産、日立、パナソニック、デンソー、住友商事といったですね、大企業がパートナーとなっています。で、プラグ&プレイではですね、年に2回開催されるバッジと呼ばれるプログラムに応募する形になるんですね、ベンチャー企業が。世界中から数百社のベンチャーが応募して、テーマごとに選ばれた10社がですね、3ヶ月間のプログラムに参加するということですね。で、どんなプログラムかっていうと、大企業とのプロジェクトの進め方のいろはの、レクチャーだったり、スタートアップとしてのメディア戦略のノウハウのレクチャーだったり、そういったことを様々なイベントで学ぶわけですね。今回のバッジでは、フィンテック、IoT、モビリティ、あとインシュアテック、そんな5つのですね、分野で、募集されました。で、そのプログラムの集大成、が、2019年エクスポということで、9月18日にですね、虎ノ門ヒルズで開催されたわけですけれども、おかげさまでですね、弊社サービスゲイトがですね、フィンテック部門で、オーディエンスアワードを受賞したという運びになりました。ディープラーニングという技術をですね、使って一部物件の分析、データを分析することによって、確性高い将来収益分析ができるというのが我々の強みになっています。誰でも簡単に分析できる、ボタン1個でですね、様々な収益シミュレーションを作り出すことができるというのが強みになっています。それを業界最高水準の精度で分析ツールとして提供させていただいております。査定したい物件や分析したい物件を選んでいただくだけで、インカム金分析やキャッシュフロー分析ができる。それだけではなくて、金利の人口動態だったり、世帯構成、持ち家か賃貸か、そういったもののマーケット分析もできるようになります。そしてこれがですね、住宅版だったんですけれども、今後来月ですね、これのオフィス版を我々は論調します。オフィスの坪賃料だとか、マーケット構造分析みたいなものもサービスとして展開させていただきたいというふうに思っております。住宅とオフィス双方を分析することができるというのが我々の総合的な強みになっています。受賞もそうなんですけれども、大手企業様との、協業の機会が増えるとか、メディアの露出が増えるっていうのは、我々みたいなベンチャーにとっては非常にありがたいことですね。で、弊社のサービスなんでフィンテック分野かっていうとですね、ゲートはですね、金融機関様の不動産審査の、現場とかで使われたりするので、そういったところでフィンテック部門に登録させていただきました。で、今回の受賞の副賞としてですね、シリコンバレーなどのプラグ&プレイの拠点を持つ地域で、プレゼンの機会をいただいたり、現地企業とのマッチングですね、そういったチャンスをいただくということになっています。本当にありがとうございます。さて、今回ですね、一緒にプログラムを受けたベンチャーの中に、いずれも素晴らしい、ビジネス展開している企業多かったので、その中でですね、不動産業界にとってすごい注目すべきだなというふうな思った会社いくつかあったので、それを本日ご紹介したいと思います。まず、トゥルーフェイスですね。こちら顔認証技術のベンチャーです。500とかから出資を受けてますね。で、既存のカメラに顔認証分析のレイヤーをアドオンするようなサービスを提供しています。業界最高認証スピードということで、1対1だったり1対 N みたいなものに完全対応して、トゥルーフェイスビジョンというですね、インストール不要の実行環境みたいなものも提供しています。で、なので、コンピューターのインフラに依存しない環境で、顔認証技術のコマンドなどがテスト実行できるっていう形ですね。顔認証だけではなくて、武器の所持の有無だったり、年齢の検出、ナンバープレートの認識みたいな、不動産業界でも、特に商業施設とかではですね、非常に有効活用できそうな技術を、提供しています。次がスマート KYC ですね。金融機関向けの、AI、マシンラーニングによる多言語検索、及び分析のプラットフォームを提供している
ベンチャーですね。KYC っていうのは、ノーユアカスタマーの略なんですけども、まあ、金融機関とかでですね、新規に口座開設するときに、まあ、本人確認、身元確認におけるですね、書類手続きの総称のことを KYC っていうんですね。で、それをまあ、ブロックチェーンとかで実現するっていうことで、まあ、本人確認に関わる人的だとか、金銭的な、まあ、コストの削減みたいなものを行っていくって話ですね。で、スマート KYC は2014年創業で、ロンドンのベンチャー企業なんですけども、ウェルステック100にも選ばれています。で、不動産業界でもですね、これから電子契約、スマートコントラクトっていうのが非常に注目されていますが、KYC の技術っていうのはですね、今後不動産業界の中でも注目を集めてくる、まあ、技術分野じゃないかなというふうに思っております。あとですね、着眼点とか実行力すごいなと思ったのがですね、リーガルテクノロジーですね。まあビジネスの現場とかではですね、日経テレコンがあったり、コンサルティング業界ではスピーダがあったり、金融の業界ではブルームバーグみたいな効率的なリサーチツールがあるんですけども、法律業界のリサーチっていうのはまあ未だに紙ベースなんですね。まあ大手の法律事務所とかもですね、まあ大手町とか丸の内立派なオフィス構えてるんですけども、その中に巨大な図書館抱えて紙ベースで検索するみたいな非常に非効率的なことをやってるわけですね。例えば夜中に相談案件とか来た時にですね、調べようがないみたいなことになっていて、まあ弁護士にとっても非常に不便なんですね。で、なんでこうだったかっていうと、やっぱり出版社ですよね。出版社がデジタル化に反対している。まあ、有比較だとか、中央経済社。まあ、そうですよねっていう話になるわけですけども、まあ、いずれですね、ネット上でいろんなサービスが完結するようになると、まあ、紙自体も売れなくなっちゃうんで、だったら少しでもいいから、まあ、ネット上で、サブスクリプション型で、手数料、まあ、もらった方が得ですよねみたいなのってのは、まあ、合理的な帰結ですよね。で、CEO で弁護士でもある二つぎさんがですね、まあ、放送業界、に影響のある大学の教授から攻めていって、その大学教授の口利きとかでですね、まあ、有企画とかにデジタル化を認めさせたみたいな形で、まあ、非常に実行力のある CEO の方ですね。で、最初はこれのサービスも弁護士向けのサブスクリプションなんですけれども、段階的に他の業界とかにも提供していくって話になりますので、これ不動産業界の中でもですね、まあ、法律が日経テレコン並みに検索できるようになるってことは、これ非常に便利ですよね。さて、本日はですね、プラグアンドプレイのアクセラレータープログラムに関連して、ご紹介させていただきましたが、不動産事業者にとってはですね、まあ、数多くあるベンチャーの中から、どういう技術をどうやって活用していくかっていうのはですね、まあ、非常に大きなテーマじゃないかなというふうに思っております。なので、こうしたアクセラレータープログラムなどでですね、まあ、事例だとか、導入事例だとか研究してみることっていうのはですね、まあ、一つ自社へのテクノロジー活用の近道になるんじゃないかなというふうに思っております。今後もですね、不動産業以外で、不動産業に活用できるようなテクノロジーサービスみたいなものも、どんどんですね、動画で解説していきたいと思います。本日の動画は以上とさせていただきます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。